違いをもたらした日本相撲協会の現在の理事長でございます。さて、時田理事長は申すまでもなく昭和の相撲史を貫いて正室の名横綱の名にふさわしい木下海さん双葉山関であったことを思い出さない方はないと存じます。これは去る昭和12年夏場所の後、第35代横綱の免許を授与された熊本の吉田塚武での土俵入りでございます。当時の主払いは後に横綱になった羽黒山、ただいまの立浪取締り、勝ち持ちが後に大関となった名鎧はただいまの春日山検査役、立て行事は先代木村京之介、ただいまの理事立田川さんでございます。誠にこう並んでいただきますと威風堂々と申しますか、壮観と申しますか、当時を思い出すということになりますけども、当時は双葉山さんでございますからそういうふうに呼ばせていただきますけども、羽黒山さんは双葉山さんの何年後からお入りになったんですか？7年後から名古さんが満5年半後5年半後で、この本気で土俵入りというのは最初から最後まで変わらなかったわけですか？そうでございます。大関まで俺も横綱になるまで。ああそうですね。それで、先代正之助さんもずっと、ああそうです、何型と申しますか、土俵入り運流型です、ね、運流型、うん、そうです。それで、双葉さんを中心にして羽黒、名寄と揃ったいわゆる第一期の立浪部屋の黄金時代というのはその頃でございますか？まあ三番からそうでございますね。若谷王子を忍びにふさわしいいわゆる三番から、羽黒山関に名寄です。そして真ん中が双葉です。昔そのままでございます。何年前になりますかね？昭和13年、うん、あもう20年になりますね。どうも皆さんありがとうございました。どうも。さてここでそれでは時津風さんの幼い時代を振り返ってみることにいたしましょう。明治45年の2月9日時津風さんは大分県宇佐郡の天津村に秋吉義弘さんの次男として生まれました。お父さんは石炭を船で各地に運ぶ海藻問屋をしていましたので、さらじさんは小学校に通う傍ら船に乗ってお父さんを助け家業の力になっておりました。さあどうぞどうぞおいでください。お疲れさんいかがでございますか？